を渡してしまった。今危機は迫っている。仕方ないさ。旦那が決めた上で何もできない。昨夜のやつ、アリスに対しての私に報復レースになるとはな。前回は峠にて負けてしまったからね。あまり困らせるような話がないといいですが。いいんだ。昨夜に負けた分俺が借りを返す番が来たってことをな。待たせたわ。おう、昨夜。お前の峠の力は知っている。今度は俺が勝ちにもらっていくぜ。ふふ。そうかしら？じゃあマリサのコネット SR を使って私を勝てるとでも？やるさ。借りを返すとな。いいでしょう。マイキー、峠に案内してちょうだい。マリサを分からせるためにね。了解だ、母さん。さあ、ショータイムよ。楽しみましょう。やってやんよ。母さん、勝てる相手と思ってるのだろうか？行くぜ、コネット SR。さあマリサ、ついていきなさい。マリサ、気をつけてね。これは勝負の運での戦いね。どう狙う気なのかしら。おう、取り込み中失礼するよ。今旦那様の報告が入った。村佐の部隊がチユリと共に相当作戦を開始している。何か不穏な空気が予感してな。不穏な空気？一体何があるというの？それはわからない。チェーンは X ジャンの身元を探ってるに違いない。これはゲスターを渡したのが誤算だったわ。他の軍団は全て出払っているわね、このメンバーだと。じゃあ私も出るとしますかね。トキコさん、このまま黙っていられるわけにはいかない。話によればカヨペリコ攻略の指令書を奪うしね。先生は私にレイム、マリサ、アリスを出撃させるわ。応援部隊はヨウム、敵で最小攻勢で攻略する。悪くないわ、うまく戦できればいいけど。昨夜、待ちやがれ。昨夜のシャッターはドリフトしない車種だったな。必ずコーナーで起きるはずだ。ここで、な、しまった。間に合わない。そ、ここで衝突とは。そう来ると思ったぜ。よし、行くぞ、コネット SR。 お前の進化した力を見せてやれ。ここで遅れるわけには。無茶だ母さん、母さんのシャッターでコネット SR の勝ち目がない。いや、絶対に見つかつ。たとえシャッターが下でも。母さん、そ、あんな調子で勝つこともないぞ。いい走りね、マリサ。ティアレベル4でも追えないとは。気持ちいい走りだ。この峠レースは俺がペース。あれは、マリサに昨夜さん。圧倒的にマリサさんの差がリードが長い。これは結果的にひっくり返るかもしれない。シャッターとコネットの性能的にコネットが上ね。シャッターは勝つ可能性はゼロではないが、スピード負けしているのは確かよ。じゃあ、昨夜さんのシャッターで到底間に合わないと。そういうことね、あのレースじゃ昨夜には勝てはしないわ。じゃ、昨夜さんは初めて負けるレースになるかも。む、昨夜のシャッターで性能が違いすぎて勝てる余裕がない。あれは完全に負け確定。だな。あとはここのコーナーリングの攻めをどうするかだ。く、これはもう間に合わない。どこかに引きがあるはずだ。キレがいいわ、マリサ。ここを抜ければ。あ、しまった。そ、こらえろ。あぶねえ、死ぬところだった。まだまだ来たな。ここを抜かすわけにはいかない。これでは抜きタイミングがつかない。必ずどこかに抜けられるはずだ。
コネクト、なんとか飛ばせ。あ、マリサが遠のいていく。もうダメだ、ここで敗戦だなんて。そ、やったね、マリサ、あなたの勝利よ。いや、まだまだ勝利はこの先だぜ。負けちまったな、母さん。そう落ち込まないでください、咲夜さん。こんな日もありますから。いや、もう私には勝てる自信なんてないわ。私は当然、未熟な私ですもの。いや、そんなこと言われても私はそうとも思いませんけどね。マイキー、なんとか言ってやれ。はぁ、母さん、確かに悔しいのはわかる。俺だって千殿のレースには勝てないのは十分伝わるよ。だけどな、この一杯で強くなれる自信というのはあるさ。例えば？その悔しさをバネに、マシンの性能を見返すことだ。うちの元締めがそう言った。ふふ、本当に賢い息子ね。まあ、母さんに近い年齢にもそう言われてもな。わら、よし、次の任務に着くまで待機するぞ。次が、な。ありがとう、マイキー。本当の優しさはこういうものね。私にも借りを返さないと。